仕事に生活に毎日毎日何かに追われているようで心に余裕がない。まだ起きていない将来のことばかり考えてしまって頭が不安でいっぱい。これまで何度かそんな風に感じたことがあるけれど、どうすればいいか分からず放置してきたという人が読むべき一冊です。はい、こんにちは、シンプリーライフです。今回はレイチェル・カーソンさんのセンス・オブ・ワンダーをこちらの2冊に書かれていたことで補足しながら紹介していきたいと思います。はじめに言っておきます、いや最高に素晴らしい本です。たった60ページほどの本でじっくり読んでも1時間もあれば読めてしまうのですが、その中には現代を必死に生きる私たちが取り戻さなければならない感覚とその方法がギュギュッと凝縮されています。本のタイトルや表紙、ここまでの紹介でビビッときたという方はもう今すぐこの動画を閉じてネットか本屋さんで購入して手に取って読んでください。なぜなら正直言ってこの動画ではおそらく本書のエッセンスしかお伝えすることができず、著者のレイチェル・カーソンさんの思いや愛情の部分、本質的な部分を伝えきることができないからです。動画を出すたびに毎回思うことですが、様々な人たちの思いが数珠つなぎに駅伝のたすきのようにつながれて完成した本から伝わるエネルギーを動画で完全再現することはやっぱりできないなと。という前提のもと、早速ですが結論から参りましょう。センス・オブ・ワンダーとは神秘さや不思議さに目を見張る感性のことです。思い返してみると子供の頃自然と発揮していたこの素晴らしい力を私は大人になる過程で少しずつ失ってきた気がします。本書にはなぜそうなってしまうのか、どうしたら取り戻せるのか、その答えが書かれています。迷ったり悩んだりするたびに何度も開いてきた本ですが、今回改めて読んで、最近家にこもりっぱなしで頭で考えてばっかりで塞がっていた心と体が解放された気分です。というわけで今回の動画では、1、あなたの感性を奪ったものの正体、2、あなたがあなたであるためにできること、3、センス・オブ・ワンダーを取り戻す3つの方法の3つのポイントに沿って解説していきます。それでは行ってみましょう。ポイント1、あなたの感性を奪うものの正体。早速ですが、本書に書かれているレイチェル・カーソンさんの言葉を引用します。子供たちの世界はいつも生き生きとして新鮮で美しく、驚きと感激に満ち溢れています。残念なことに私たちの多くは大人になる前に澄み切った洞察力や美しいもの、畏敬すべきものへの直感力を鈍らせ、ある時は全く失ってしまいます。引用終わり。思い返してみると子供の頃は全く無意識にただ心が感じる方へ向かって走り、ワクワクすることを追いかけていた日々が蘇ります。そしてどこかのタイミングでパッタリと直感力を使わなくなった、いや使えなくなった感じ。いつからかみんなと同じように学校に行き、みんなと同じく進学して、みんなと同じように就職をして、みんなと同じように結婚してマイホームを建ててと気づいたら、みんなと同じ価値観や世界を見て生きていた。自分の中にあった生まれ持った感覚、感性を一体どこで落としてきたのでしょうか。そのヒントが末永由紀穂さん著、13歳からのアート思考の中にありました。全ての子供はアーティストである。問題なのはどうすれば大人になった時にもアーティストのままでいられるかだ。これはパブロ・ピカソの有名な言葉です。アーティストのままでいられる大人はほとんどおらず、おそらくは13歳前後を分岐点としてアーティストに必要な自分だけのものの見方を失ってしまう。話題の企画展で絵画を鑑賞した気分になる。ネットニュースや SNS で世界中の情報を得た気分になる。 LINE で人と会話した気分になり、仕事や日常でも自分で選択した気分になっている。私たちは実は自分だけのものの見方や考え方をしている気分になっているだけなのに、自分だけのものの見方、考え方を喪失していることに気づいてすらいません、と著者の末永さんは言います。これはとても深刻な問題だと末永さんは本書を通じて全ての大人に伝えようとしています。私たちの感性を奪うものの正体、それはみんなが知っていることの方が重要であるという考え方、科学や理論で証明された事実や常識として多くの人が受け入れていることの方が正しいという価値観なのではないかと私は思いました。ポイント2、あなたがあなたであるためにできること。
レイチェル・カーソンさんはセンス・オブ・ワンダーについて、この感性はやがて大人になるとやってくる倦怠と幻滅、私たちが自然という力の源泉から遠ざかること、つまらない人工的なものに夢中になることなどに対する変わらぬ解毒剤になるのですと言い続けて、必要なのは知識ではなく、美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知なものに触れた時の感激、思いやり、哀れみ、賛嘆や愛情などの様々な形の感情であり、それらがひとたび呼び覚まされると、次はその対象となるものについてもっとよく知りたいと思うようになると語っています。同じようなことが運気や直感の磨き方について科学的な観点を踏まえて語っている田坂博さんの本運気を磨くにも書かれていたことを思い出しました。本書に書かれていることをざっくり紹介します。良い運気を引き寄せるためには、表面意識と無意識の世界をポジティブな想念で満たす必要がある。ただ表面意識でどれだけポジティブな想念を持っても、メディア情報や過去の体験によってすでに無意識の世界に多くのネガティブな想念が刷り込まれていて、ポジティブな想念が心の奥まで浸透しない。さらには表面意識にポジティブシンキングなどの方法によって頑張ってポジティブな想念を刷り込もうとすると、無意識の世界には逆にネガティブな想念が生まれてしまう。だからまずは無意識にあるネガティブな想念を浄化する必要がある。そして自然には無意識の世界を浄化する偉大な力があるという話です。詳しく知りたい方は本を読んでいただくか、概要欄の続きの動画を見てみてください。確かにそう言われてみると、自然の中に身を浸すことで心が洗われた、清々しい気持ちになったというような経験を思い出しますよね。空や雲、海や湖、山や森、木々や草花、朝日や夕日、月や星など自然の美しさに接した時、心が晴れ渡っていった、小さな悩みが消えていったというような体験があなたにもあるのではないでしょうか。さらに田坂さんはこう言います。我々が素晴らしい朝日を拝んだり、素晴らしい星空を眺めたりするとき、心の中に、ああ素晴らしい朝日だ、なんて素晴らしい星空だという言葉が浮かんでくる。実はそうした言葉が生まれる直前の一瞬、まさにその一瞬に我々の心の中に瞑想の状態が起こっているのである。そして無意識の世界への扉が開かれているのである。センスオブワンダーの話に戻りましょう。子供の頃は自然にしていたあなただけの感じ方、世界の捉え方はあなたの中の奥深くに閉じ込められているだけで、今でも存在しています。それを引き出すために必要なのがセンスオブワンダーイコール神秘さや不思議さに目を見張る感性だと私は解釈しました。あなたがあなたであるためにできること、それはあなたが素直に感じたことを表現してみることではないでしょうか。ただ感じてみる、感じたことを感じてみる、そして心の中だけでいいから感じたことを言葉にしてみる。子どもの頃の感受性が薄れつつある私たち大人でも、それが簡単にできる場所が自然の中です。自然の中に身を浸すこと、心静かに一人自然と向き合うことで、あなただけの感じ方を取り戻すことができる。レイチェル・カーソンさんも田坂さんもそのことを言っているのだと私は思いました。ポイント3、センス・オブ・ワンダーを取り戻す3つの方法。ブルース・リーは映画という作品を通じて、考えるな、感じろというメッセージを私たちに残しました。この言葉は世界中に広がり、今でも多くの人の心を震わせ続けています。なぜかはわからないけど、そうした方がいいという自分の内側から自然と湧き出してくる感じ、私は自分が感じたことは大切なものだと思いながらも、理由が説明できないからいまいち自信を持つことができず、結局あれやこれや考えたり、世間で言われているところの正しさ正解ばかりを追いかけてしまい、なかなか自分の感覚に従って行動することができません。本書は私と同じように頭で考えてばかり、正解を気にしてばかりの人が、自分が感じたことをもっと大切にできるようになるためのいくつかの素晴らしいヒントを与えてくれています。ここではその中の3つを紹介させていただきます。1、子供と一緒に自然を探索する。まずは本書から引用します。子供と一緒に自然を探索するということは、周りにある全てのものに対するあなた自身の感受性に磨きをかけるということです。それはしばらく使っていなかった感覚の回路を開くこと、つまりあなたの目、耳、鼻、指先の使い方をもう一度学び直すことなのです。引用終わり。鈍った直感を蘇らせるには、当たり前の日常の中にある驚きや感動や幸せに心を震わせること、もしそれがうまくできなさそうなら、子供
供と一緒に自然を探索してみるのがいいかもしれません。私たちの多くは周りの世界のほとんどを視覚だけを頼りに理解しようとしています。一方、子供は五感すべてを使って世界を捉えようとしています。だから子供たちと一緒に自然の中に入って、ただ一緒に楽しんでいれば閉じていた感覚が開くわけです。丸に見過ごしていた美しさに気づく方法。本書からレイチェルさんのエピソードを引用します。私はかつてその夜ほど美しい星空を見たことがありませんでした。空を横切って流れる白いもやのような天の川、キラキラと輝きながらくっきりと見える星座の形、水平線近くに燃えるように瞬く惑星、流れ星が一つ二つ地球の大気圏に飛び込んできて燃え尽きました。私はその時、もしこの眺めが一世紀に一回か、あるいは人間の一生のうちにたった一回しか見られないものだとしたら、この小さな岬は見物人で溢れてしまうだろうと考えていました。けれども実際には同じような光景は毎年何十回も見ることができます。そしてそこに住む人々は頭上の美しさを気にも留めません。見ようと思えばほとんど毎晩見ることができるために、おそらくは一度も見ることがないのです。引用終わり。本書には見過ごしていた美しさに目を開く具体的な方法が書かれていました。それは、もしこれが今までに一度も見たことがなかったものだとしたら、もしこれを二度と再び見ることができないとしたら、と自分自身に問いかけてみるという方法です。自然を探索し、この言葉を自分自身に問いかけてみること。美しいものを美しいと感じる素直な感覚を思い出し、しばらく使っていなかった感覚の回路が開くはずです。丸3、嗅覚を意識的に使う。嗅覚というものは他の感覚よりも記憶を呼び覚ます力が優れていますから、この力を使わないでいるのは大変もったいないことだと思います、とレイチェルさんは言います。確かに私自身、土の匂いを嗅いだ時に中学サッカー部の時の合宿の辛く苦しい練習の記憶が蘇ってきたり、金木犀の匂いを嗅いだ時に昔住んでいた土地の思い出が蘇り、懐かしさを感じたりします。ググってみると、嗅覚は五感の中で唯一本能的な行動や喜怒哀楽などの感情を司る大脳辺縁系に直接つながっているので、より情動と関連付けしやすいとあり、嗅覚は他の感覚よりも記憶を呼び覚ます力があるというのは科学的にも確かなようです。日常生活でも自然を探索した時でも、嗅覚の力を意識的に使うことで、自然と子供の頃の記憶とともに、あの時の素直な感覚が蘇るのだと思います。自然を探索する時に嗅覚を意識的に使うと、自分を取り戻すきっかけになりそうです。なんか最近調子悪いなと思った時に、手に取って表紙を見るだけでも自分の感覚を信じていいと勇気が湧いてきます。そして自然の中に戻りたくなるはず。自分の中の大切な何かを思い出したい人はぜひ。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。